の辺来てて、こう米を眺めてくれるから、このファームの人とかおかしいことなんですけど、首輪をバもうちょっと上向かって絶対振り回さないよ。切れないよ。ちょっと上から押さえるように。上から上に持ち上げたら。足は危ないな。ギュッてして、このまま今ギュッてしたらかけるようになってるでしょ。これをねじっていって、ぐる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 ってねじって、上から下に通します。
はもう下揃ってるからトントン。危ない。こうなんか持ってるな。ドラ上から。誰か。はい。一人。はい、OK。カムちゃん、ここにな。前に出てごらん。前にやれ、前に。渡してもらった人はここにかけるのね。いい。はい、やってごらん。先生しな。2人だけよ。えな、えな、えな、えな。はい。僕、あの、みんなのところでやったことあるから。はい。もう、はよう、お母さんもやから。はい。こっち全部早いな。はい、はい、ダメ。これをふっ。あんま湿った。あんまり湿すぎやな。もうゆっくりかけてくれ。あんまり、でもあんまり広すぎたらダメ。早いお子さんやから。あと半分。はい、あ、もう湿つけんじな。もう5時の雨やからさ。今日の感想を聞かせてください。どうぞお願いします。難しいと思ったけど、あんまり難しくなかった。よかったですね。はい、いろいろ仕事とかあって疲れたけど結構楽しかったから、もう一回またいつかやりたいです。だったけど上手にできてよかったです。今回初めてだったの？キャフちゃん上手にできたね。翔太くんもなかなか仕事が厳しかったので、お米作りも頑張りたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次は餅つきです。よろしくお願いします。次は餅つきです。